千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回は親知らずの抜歯をして他の歯が痛くなるかなることがあるのかという質問にお答えいたします。親知らずを抜くと、それまで一番奥の歯と親知らずの手前の歯、7番目の歯がの奥の骨が全くない状態になります。そうすると根っこが出てしまい染みてしまう可能性もあります。なので先生によっては親知らずを抜く前に神経を取っての治療をする先生もいらっしゃいます。ただそのまま状態を見ていればだんだん染みることは収まってくると思いますので、当院では神経を取ったりはないです。もちろんそのやり方が間違っているとは言いませんが、極力神経は私は残していきたいなと思っております。その辺の詳しい説明も抜く前にお話はできると思いますので、まあ、抜かなくても相談は受け入れることができると思うので、お気軽にご質問ください。お待ちしております。